俺か。おい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 、いくらもらったんだ。中学生だって2000円かな。2000円か。いやー、もう1000円だよ。でも、聞いてるよ。サイドバックか。これはダメだな。ここまで行かれた。ダメだって感じ。あんたの死ぬ気練習の時から言ってよね。でも、いつかハヤトにやってくるぞ。ちょっともうほぼこ入るよ。あのキックが来た。ちょっともう一回もらうな。15分休むんだったらいいですよ。持ち逃げ先ずっと休むんですよ。3枚くらい買っててもらって、ストック。だんだん脱いだって帰り道ポンポンって踊らないよね。あっちやん、あんなにいっぱい来てたけどもう踊らないよ。北海道寒いよ。寒いって言ったよ。あ、そうや、岡ちゃんに帰ってきた。もう今遠目でしか見てないから分かんない。海岸には麦わら帽子の男らしい暇しんのお父さんがいたりでもいなかったから、あれはみんな来なかったよ。
ちゃんしか見つけられなかった。これ半端から見せたの。高校でも遊ぶって聞いたもんね、うんうんうん、どっかで会ったっけね。あ、このところは父が来たみたいな、うんうんうん、あの、ポケルモン見に行ってここまで言われて見に行ける意味がないじゃん。クリモン君に行って楽だよ、はい、すぐ来るわ。新幹線挟むすぐ来るわ。すぐに飛ぶかってダーッと飛ぶかって八木さんのもあったし、川瀬さんのもあったし、八木さん心配なところだったけど、八木さん心配よりですかって聞いたら、たまには走んないとね。
って言わんだよ。言わね。藤川っていうとあのサービスエリア。うん。
多分エビだから今回入れるんだよ、ね、これといってフィジカルの強いからね、ね、そうですね、なるほど。左で左で。
まずい。OK。行ってみろ。うわぁ、すげぇ、ナイスクリアだ。素晴らしい。よく戻ったね。